わしゃっていきましょう。脱出じゃん。シンプルなタイトルですね。内容もシンプルだといいんですけれど、とりあえずやっていきましょうか。スタートでお願いします。お、何この進化の過程を吹っ飛ばしたような感じ。原始時代から、お、黄色と緑、これなんだろう、なんかのボタン、ここをなんか押す順番で開けていくとこれが開くって感じなのかな。すごいね、人間の進化一気に吹き飛ばしちゃった感じか。ここはクローズって書いてある。ここだけ赤いね。これ気になるな。多分何かをはめるとかそんな感じかな。じゃあ右側、扉は調べられない。こっちの右は、お、え、かぶり物をかぶったコアラさん。満面の笑みでダンディーですね。なんでこっち振り向いたんですか。石田純一も真っ青の裸足で靴、特に何もない。お、これは持ち物ってわけではないの。何かをここに注ぐ感じなのかな。これは OK。 めっちゃ見てんだけど、あ、これは多分押す順番とかでしょ。左上、右下、上下、右とか多分なんかのヒントだね。これは見ておきましょう。じゃあ右側はなんかたかってますけれど、あー、これを食べる食肉植物みたいな、そんな感じなのかな。へえ、ちっちゃいおじさんが待っている。めっちゃこっち見てんだけど、なんだろうこれ。そそり立つ花は特に触れない。ここは、お、スマホを横にした感じなのかな。これとかさっきの赤いやつと似てるけれど、何か、あー、押す順番とかそんな感じなのかな。なんか文字を作ってって感じなんだろうね。今までとちょっとギミックが違うから難しいな。これは4桁の数字。お、リア充、日記ノート。リア充にはなれなかったのかな。2010年から2011年の1年間の間、何があったの。12月7日、この頃ゲームやフィギュアにお金を使いすぎる。このままではダメだ。リア充になるべく今日から日記をつけることにした。早速明日は着るものを買いに行くとしよう。いつも酒臭いがおしゃれな友人直哉と。ああ、リア充になるための日記だったんだ。でも車線が引いてあったってことはなれなかったのかな。1月19日、今日はいい天気だ。1ヶ月飛びすぎだろこの間で。20日、素敵な獲物を発見。早速アタックした。ダメだった。でも諦めない、リア充になるために。それにしても最近棚のシミが気になる。この1ヶ月の間に何があったかすげえ気になるんだけど。21日、今日はいい天気だった。書くことないなら書かなきゃいいじゃん。22日、久しぶりにあいつのことを耳にした。見た目は別に嫌いではない。今度機会があったらあいつに挑戦してみようかな。棚のシミがなんか顔みたいになってるよ。これ必要、ここの一文。24日、今日は直哉が戻していた。ああ、お酒を飲みすぎってこと。25日、一体何なんだ。棚のシミがどんどん顔っぽくなっていく。とても不気味だ。本当に書くことないんだね。26日、あいつは今日はあいつに会った。前より少し綺麗になった。リア充になるべく当然当たりました。これギャルゲーとかそんなことじゃないよね。リアルのことだよね。大丈夫だよね。ダメだった。なんでだ。まだ自分が未熟なのは分かっている。でも未熟なりに頑張った。それなのに。やっぱりガノトトスは愛せない。次はタチではなく、素直になる。もうゲームの話じゃねえかよ、お前。何なんだよ。2月1日、もうここまで来ると楽しみではなく、顔そのものだ。しかも、老け顔だ。2月3から2月4、今日は直哉が戻す。でも5日連続で何戻してんねん、直哉よ、お前はよ。2月10日、棚の顔がうっすら赤くなって、それ生きてんじゃん。2月12日、今日は直哉が戻していた。こいつら仲いいんだな。あ、書いてない。突然来たんだけど。え、何これ ?24 なんとか31。これもメモらなきゃいけないのかな。なんか画面が見えるけど、とりあえずメモって31ね。で、上の方、右と左に丸が3つずつあるっていうの。これ何なんだろう。これも一応メモっときましょうか。で、7、よ、大なり ?0? え、何これ ?4 で1で。お、なんか来た。ちょっと待ってください。はい、すいません。どういうことだろうね、これは。4より1が大きいとか、普通の数字とは関係ないって感じなのかな。9から何とかって書いてあるから、9を一番左にして、8でしょ?あー、大きい順にしろってことなのかな。8は5より大きい。だから次5ってこと?で、5は6より大きいから6。で、6だと3よりでかいから次3。で、3は、あったと3と2だ。次が2。で、2の次が1で、で、次が 4?4 の方が小さくて、で、7の方が小さいよね。
で0より小さいで0は E より小さい、とりあえず大きい順に並べたらこんな感じになるけど、24なんとか31の真ん中の黒をどう埋めるかだよね。242と4の間に1があるはずだけどない、でも3は大きいはずじゃないから違うな。とりあえずちょっと分かんないからこのままにしといて、他のところは調べられない。日記はもう見なくていいわな。なんだ、無駄な文章が多すぎたんだけど。布団は、え、どういうことなのこの状況。ミートソーススパゲッティ、乾電池がゲット。え、どういう状況だろう、全く理解ができないんだけど、どうやったらこういう状態になるんだろうね。寝てる時にスパゲッティ食べて寝落ちしちゃって、で朝遅刻しそうになってガバって起きてそのまま忘れちゃったとか、そんな感じだろうねきっと。ベッドの下は調べられそうにない。 OK、 じゃあ右側、え、リアルアンパンマンの世界にいそう。こんにちは。なんか取れそうだね。電池とかはめらんない、はめられないと。何これ、取っ手がついてるってことは外せそうな気がするけど、天丼とか中に入ってるのかな、リアル天丼版みたいな。あ、なんとかエンター、どれだろう。さっきのやつ順番にやるとかさできない。985632147、でもいや、いいってエンターのことだ、だから98合ってんじゃない、563で2140エンター。来たこれ、あ、ムービー始まったんだけど。あ、オープンになった、あっち側が。どういう原理なの、こいつはリアクション担当みたいな、そんな感じ。なんなんで右側のやつ必要ないし、なんでお前ずっこけたの。こいつと精神とあれがつながってたのかな。なにこれ、あー、さっきのやつかな。1って書いてあって、はーっと、これもメモっとこうか。オッケー。さ、謝罪会見しておりますけれど、なんだろうこれ、なんで左側のやつこんな偉そうなの。頭頂部がもうストレスでハゲてんじゃん、お前のせいで。特に調べられたりもしない。これもなんかのヒントになってんのかな。とりあえず覚えといて、じゃあこっち側開いたんだよね。この前に、さっきのやつここだっけ、これ 4? それとも北ってことを表してんのかな、こっち側が上ですよみたいな。となると、あ、でも1って書いてあるしな。1、2、3、4、5、足りないマスが、1、2、3、マスが足りないね。なんだろう、ここじゃないのかな。ちょっとほっときましょうか。こっち側、お、いけたいけた。ソファーがあって、カレンダー、ほうほうほう、なんか意味があるのかな。ウルード氏2012の2月ね。で、緑三角、緑三角で青丸、青丸で六芒星黄色、六芒星黄色で四角の赤、これもなんかあるのかな。よし、カレンダーの裏とか見れたりとか、画鋲が取れたりとかはしない。 OK、 あ、これアイテムとしてゲットしてんだ。あ、もしかしてカレンダー、そういうことか。カレンダーのここの部分ってことなんじゃない、これ1って書いてあるじゃん。これを真ん中にして、こっからハートだから、なんだって話だよな。数字がなんか関係してるとか、30、31、24で、ここの部分が空いてるよね。9、10、16、17、23、それなんか関係してんのかな、覚えとこうか、とりあえず。で、ソファーは調べられない。こっちの扉はノース。花があるよ、花が咲いたよ。電池入れるとかない、キュッポンってはまんない、ダメか。ドアノブは調べられない。で、右側、お、なんかの機械があるよ。あー、これさっきのやつか、矢印。どこだ、ここか、左、あ、でも4つ、5つあるな。ちょっとこれも保留しとく。これレバーを下げたりとかする感じか。これもなんか後で調べると。何もない。この上は脚立か何かが必要になってくるのかな。右側、大きい、こけしさん。どうしてそんなに大きいの、無駄に大きくて。オブジェ代わりかな、多分間接照明的な役割をしてくれるんじゃないかな、うっすらと光って。右側、あ、ここにお住まいの方々ですか、こんにちは。昭和風なご夫婦ですけれど、触れられたりとかしない、乳首触ってももう満体。え、何もない。じゃあ今あるヒントの中で答えなきゃいけないってことか。うん、
とりあえず入力してみる。これを逆側にするとここまでしか入んないんだよね。いいのかな。4って書いてあるからこっちが北って考えると、逆向きにしてハートを逆に作ればいいから、1,2,3,4,5 で1,1,1,1で、こっち側ここら辺で全部埋めちゃって、こんな感じかな。これは違うか、こっち側これでいいのかな。よっ、おっ、ピッて言ったけどダメ。あー、ダメか。あー、引いた引いた。ビール、スーパー卑猥だって。ハワイじゃない。卑猥なビールって何。変な作用があるんじゃない、大丈夫かな。健全なチャンネルでそういう薬物はダメですって。じゃあこれ注げばいいの、コアラに飲ませればいいの。うわぁ、たっぷり注がれて、ほら、この黄金比、見て、継ぎ慣れてるから。アイテムとしてはゲットできない。ん？あ、なんか、てんてんてんって、小映えが取れたよ。え、一匹しか取れないの。どういうこと？ビールに群がるサラリーマンバエってこと？怖い怖い怖い。これを？なんだ、こいつに、あ、すごい、なんか笹の葉みたいなのくれてんだけど。お礼の気持ちってこと？しかも応援もしてくれる、ありがとう。あ、小映えホエホエみたいな感じで、これで取ったから今お礼をくれたってこと？笹の、あ、コアラに笹あげるとか？食べてる。ありがとう。ユーカリの、おーっと、四角、ま、逆三角、さっきの色のやつと同じってことか。じゃあ、赤、緑、黄色、青の順番かな？この順番で、何かを入力しろと。これか。テレビに24なんとか31。これが、あそこのってこと ?24。あ、1234の順番ってことかな。1234の順番。ださっきの記号を合わせると、1が右。で、2が、左上。で、3が下で、4が右下。この順番にあって、この黒丸が何だって話だよね。あとテレビ。ああ、そういうことか。上げて下げて下げてってことか。3つあったじゃん。上に上げるやつと下に下げるやつ。だから、上げて下げて下げてにすればいいってことなんじゃない？要するに、これ、上げて下げて下げて。で、これは、右。で、左上。で、こっちが下。こっちが右下。お、来た！しかもまたムービー。今回気合入ってんな。なんか出てきたよ。中から登場するのは、ドゥックン、ザワザワ、ザワザワ、ザ。毎回見るような風貌の方が、脚立を出していただきました。そして去っていきました。こんな装置にする必要があるんでしょうか。なんか出てきたよ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 。あ、順番系ね。すーごいね。こんな装置作っちゃって。左、右、右、左、右、左、左。オッケー。緑と黄色ね。さっきの、記号のことってことか。オッケーオッケー。とりあえず、脚立がゲットできたんで、こっからここ登れるんじゃない？プラスドライバーが必要。なるほど。わかりました。まあ、ここだよね。あ、でも左が緑だったから逆になるってことか。右、左、左、右、左、右、右。お！で？あ、いた！縄文人の方、それ何？ペンシル。くれるとかっていうわけではないんだ。こっちは？あ、手が取れて、プラスドライバーになってるんだけど。どういう仕組みなんだろう。この石田純一ばりのこのカーディガンは取れないの？ダメか、トレンディアイドルになりたかったのに。じゃあ、こっち側で、これで、プラスドライバーを使う。お、開けられた。中には？ん？白い壁。何もないね。右側は？こけし？こけしあれ、だって、あんなでっけえの。入れられなくないかな？この小映えとか。ってわけで、電池もダメ。こっち側ダメと。お、はしごから登ってきて、こっち側。お !5682。さっきのやつか。数字だから、三角の6。で、丸の8。で、黄色が2。で、赤が5ね。オッケーオッケー。だから、これだよね。この、
四角が5で三角が待って三角で6なんでしょ。ってことは逆側にするから9ってことなんじゃないの。これひらめちゃったよ。5928、これが4桁の数字になってるんじゃない。棚にあったよね、数字入力するところ。だから、これこれここに、12345592、これでいいんだよね。よっ、来たこれで、上だけ？下は？下の棒は？下の棒をどっかで手に入れてくると。フレフレしてるやつにまた小映えをたからせるとか。ダメか。あとは、いけそうなところといったら、花はダメです。夫婦は？夫婦なんかできないのかな、ここは。あ、来た来た来た。ハエをぴょっとやって。飛んでるよ、おじさん。補欠に行ったよ。バチコーンしてやって。バチコーン！わあ、夫婦の主従関係がよくわかりますね。これでゲットすると大丈夫？今後修羅場になるんだろうな。俺が見てる限り救われそうだけれど。で、これで合体させればいいのかな？オッケー。で、右側にこれをスポリンチョ。あれ？はめられない。あ、違うの？スポリンチョ。あ、できない。なんでだろう。まだ何かが足りないと。電池入れるとか。あ、なんかあるよ。え？ああ、そういうこと？なんか外さないとはまらないってこと？ってわけではないな。やっぱ電池入れんのかな。あ、そういうことか。ウィーンってさせるんじゃないかな。で、閉める。やった、本来の機能を取り戻したぞ。これでグリングリしてあの夫婦に渡せばいいのかな。これで夫婦仲が良くなるとか。いや、さすがにないか。これでウィーンウィーンしてるよ。あ、なに、右側なんか動かなかった。何もない。あ、扉、この扉あったっけ。ちょっとセーブしとこう。セーブして、出口、あ、出口なの。いいのこれで。脱出エンド、完全脱出ではないよね。またこけしをゲットすればいいのかな。多分なんかあるよね。このこけしを渡すとか。やっぱりダメか。だってこの花とか何なの。花な、何のためにあんのこれ。ただの飾り物。これで指突っ込むとかできねえの？あ。ハナファーク。やったぜ！え？なんか崩壊したし。落ちました。動画のオチを用意してくれたの。何それ、ドッキリエンドって！その巧妙なエンド何？やめてよ。あ、また早い男ゲットできた。これやっぱどっかで使うのかな？こいつを、またやっぱりここに戻すとか？できないね。またあの夫婦のところにあるのかな。これが原因だったんだよみたいなことを言えば仲直りできるとか。ってわけではない。ん？あ！旅立っていったよ。社会へと。そして、あ、ナイス！俺の恨みを晴らしてくれた。お礼ってことなのかな。あ、行っちゃった。でっていう。あいつを倒したから窓に何か見えるとか、そんな感じかな。ここで、あいつがいなくなったから、ここで落とし穴がなくなるとか、そんな感じ？お！で？来たー！その卓越したクリックの極みで脱出した。今回、ま、今まで、あ、完全来た！今まではさ、ハンコをゲットしないと完全じゃなかったじゃん。今回違うパターンなんだね。いや、面白かった！はい、ということで、脱出じゃん。今回の脱出じゃんは本当に脱出ゲームっぽい脱出ゲームで、すごい楽しめました。結構ね、難しかったね、今までのシリーズに比べたら。すごい手間取ってしまいましたけど、なんとか攻略できました。ありがとうございます。皆様もぜひ自分の手で脱出してみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。